先頭はスペシャルウィーク五輪、2番手は3頭でありますがスペシャルウィーク。今3番手スーパークリック先頭、そして2番手争いは名色ボーイか活色心かアルファレックスか、2番手は接戦、先頭はスーパークリーク、スーパークリーク先頭リード4馬身5馬身、これは楽勝1着ゴーリ。先頭は北斗ヴィーナス、北斗ヴィーナス先頭シライカグラ詰めてくる、先頭争いは北斗ヴィーナスシライカグラ並んでゴーリ。ミスターシキレノンが2番手に上がってきた、稲荷ワン独走リード5馬身6馬身と広げてゴーリ。あと2拍、稲荷ワンが抜け出した、稲荷ワンが抜け出した、リードが1馬身ぐらい、フレッシュボイス、フレッシュボイスがぐんぐん差を詰めてきた。さあ稲荷ワンが先頭だが、外からはフレッシュボイス、外からフレッシュボイスが突っ込んで合輪。そしてオグリギャップきた、4番手から懸命に前の3頭に並んでくる、あとは大外の大号シュール、先頭はスーパークリーク、スーパークリーク出た、スーパークリーク合輪。大外のオグリギャップの底力、今度は届かなかったが、スーパークリークわずかに優勢で入りました。稲荷ワンも叩いてきた、そして最内はミスターシキレノン、さらにはランニングフリーも突っ込んでくる、スーパークリーク抜け出した、スーパークリーク抜け出した、リードが1馬身ぐらい、稲荷ワンが懸命に追ってくる、鹿島ウィング内で食い下がった、スーパークリーク先頭だ、スーパークリーク先頭、リードが半馬身から1馬身、しかし外から稲荷ワン、外から稲荷ワンが突っ込んだ、スーパークリーク先頭ゴール。春の天皇賞はスーパークリークです。スーパークリークが制しました。さらに外をついて八重の無敵が来た、八重の無敵が外から接近してまいりました、オグリキャップ坂上です、坂上さん早くも先頭になった、オグリキャップ先頭で200を切りました。そして2番手には懸命に八重の無敵が接近、そのうちからは新ウィンド、新ウィンドが接近してきた、そして外からは抑え地上に、抑え地上に3番手、先頭はオグリキャップ、2馬身半のリード、オグリキャップ堂々と降臨、オグリギャップ勝ちました。バンブーメモリーはどうか、バンブーメモリー間を割ってやってきた、バンブーメモリーか、バンブーメモリー、バンブーメモリーが抜ける、バンブーメモリーが先頭だ、2番手にはルイテイト、バンブーメモリー合輪、バンブーメモリー1分7秒8、日本レコードで快勝です。400の標識を通過、第4コーナーカーブ、抑え地ジョージ、そしてオグリキャップ、オグリキャップが先頭に並んでした、中をついてメジロアルダン、ホワイトストーンは内、ホワイトストーンは内、先段4とアルダンがちょっと下がるか、メジロライアンが外から来た、ライアンが来た、200を切って、オグリキャップ、オグリキャップ、さあ頑張るぞオグリキャップ、抑え地ジョージ、ホワイトストーン、そしてメジロライアン、オグリだオグリだ、オグリキャップ、オグリキャップ優勝ゴール、オグリキャップです。ファンの夢をここで実現したオグリキャップ、最後の最後を飾りました、堂々の優勝であります。メジロマックイン、メジロマックイン、さらに外をついてホワイトストーン、そしてマルカロッキーあたりも突っ込んでまいりました、メジロマックインが先頭、メジロマックイン先頭です、リードを1馬身2馬身広げます、そして2着争いですが、メジロライアン、ホワイトストーン、ミスターアダムス、ミスターアダムス、そしてキリサンシー突っ込んできた、先頭はメジロマックイン、リードを取ってゴール。外から神のクレッセがぐんぐん差を詰めた、さあ一気に差し切るか、東海帝王はどうか、東海帝王伸びない、そして伊吹舞神楽、あと200を通過、メジロマックイン、メジロマックイン、リードを3馬身ぐらい広げた、神のクレッセ2番手、その後は4馬身5馬身、東海帝王は馬群の中、先頭メジロマックイン合輪。目が先頭だ、外を回って懸命に雪の美人が突っ込んできた、雪の美人2番手、山下ロールで3番手に仕上がってきた、さあ 100m をこれから通過する、目が先頭です、2番手の沿いは外から雪の美人、内を継いでマックスジョリー2番手、今度は前に並んできた、体勢並んで合輪。アンバーラインか、アンバーラインを前のルビーマーク、そしてビア早くでウィニングチケットが来る、大外からウィニングチケット、さらには追い込んできたのがステージチャンプチアーズエンドバー、そして追い込んできたのが16番ラガーチャンピオンで坂上がってくる、先頭はビア早くで、ビア早くでウィニングチケットは伸びない、一気に成田大臣ガレンを突き抜いた、成田大臣か、成田大臣差し切るか、ゴールイン、成田大臣か、追い込んできた電光石火4番手、冷たいラックスでグランドクロス、ベが先頭、ベが先頭、振り切ったゴールイン。またまた誕生いたしました桜花賞オークスの2冠制覇、
駆け騎手ガッツポーズでやります。右手を上げました。内ラッチ沿いに大隅ロッチ、外をつきましてメジロマックイン、メジロマックイン内外が大きく開いている。追い込み勢からはイクノディクタス石庭竜を突っ込んできた。メジロマックイン堂々と先頭で200を通過。あと2番手は大隅ロッチ、イクノディクタス、イクノディクタス石庭竜を突っ込んでくるが、うちの大隅ロッチとの2番手接戦だ。メジロマックイン、さあ2番手はイクノディクタス、メジロマックインゴールイン、メジロマックインです。メジロマックイン、内からはツインクルブライド、さらにはオグリローマン突っ込んで200を切りました。さあローモンタンとメローフルーツ、ツインクルブライド、外からはオグリローマン、オグリローマンが先頭か。ツインクルブライド、ツインクルブライド、オグリローマン、オグリローマンゴールイン、並んでいます、並んでいます。先頭はエイシンバーリン、しかしヤマニンパラダイス、スターライトマリーが突っ込んできた。ヤマニンパラダイス抜けて2番手にはスターライトマリーか。ヤマニンパラダイス先頭ゴールイン、ヤマニンパラダイス3連勝、勝ちタイムやはりレコード。リコアルファ内から懸命に、懸命に突っ込んでくる。ハートレイク200を通過、ハートレイク待機ブリザード、外から桜千歳を追い込んできた。3頭の競り合い100を通過、外桜千歳を、内ハートレイク、桜千歳をハートレイク、中待機ブリザード、今並んでゴール。2頭並んで追い込んでくる。さらに大外からダンスパートナー、大外ダンスパートナーと、さらには勇気ビバーチェ、ダンスパートナー勇気ビバーチェ、ババのいいババの真ん中でこの2頭の競り合いになりました。3番手は内からはワンダーパフューム粘っている。ダンスパートナー先頭、2馬身3馬身突き放す。ダンスパートナーゴールイン、2着は勇気ビバーチェ、あとはワンダーパフューム3着、その後は追い込んできた乙女の祈り。ファイト狩りはエアグルーヴだ、あと 150m、 ファイト狩りはエアグルーヴ、ファイト狩りはエアグルーヴ、内からロゼカラーだが、エアグルーヴ、エアグルーヴ、さらに突っ込んできたのはリトルオートリー、先頭はエアグルーヴ、エアグルーヴゴールイン。2番手は3頭、1番外ファイト狩りは真ん中リトルオートリー、内からロゼカラー、フサイチコンコルド、フサイチコンコルドが内から突っ込んでくる。そしてダンスインザダークだ。さあダンスインザダーク、ぐんぐん伸びる。ダンスインザダーク、ダンスインザダークが今度は一気に先頭。ダンスインザダークが先頭、今五輪。見事菊の大輪はダンスインザダーク。2着争いはロイヤルタッチとフサイチコンコルド。2番手は接戦でした。さあ先頭はパームシャドウ飛行機も、そしてシーキングザパール、今日は早めの先頭だ。 200m 通過してシーキングザパール、シーキングザパール、2番手に飛行機も 100m 通過。ブレイブテンダー3番手から2番手に上がるかどうか、外から懸命に湘南ナンバーを追い込んでくる。シーキングザパールゴールイン、マーベラスサンデー、マーベラスサンデー、外からダンスパートナーだ。ダンスパートナーと捨てて上がってきたのはマーベラスサンデー、捨てて追い込んできた。4頭並んできた120、先頭争いはマーベラスサンデー、マーベラスサンデー、内を回ったバブルカムヘロー、2頭競り合いだ。マーベラスサンデー悲願の G1 達成だ、ゴール。マーベラスサンデー快勝、初の G1 制覇。エアグルーヴ一気なし、バブルガンフェロ、サイレンスズカ打ち粘った、サイレンスズカ、バブルガンフェロ、そして外を回って、エアグルーヴ、外からエアグルーヴ、エアグルーヴの足が勝っている、バブルガンフェロ、しかし内から盛り返す、100メートル通過、さあ、エアグルーヴか、エアグルーヴ、バブルガンフェロ、エアグルーヴ、半端に出た、エアグルーヴ、ゴールイン、エアグルーヴ、17年ぶり、牝馬の天皇賞チャンピオンの誕生です。大外を回って5枠1頭のファレノフィスが突っ込んできた。ファレノフィスはババの真ん中から内を回ったロンドンブリッジ、バックスキャンドル競り合い7枠2頭、そしてファレノフィス、大外からエレテアジラブーも突っ込んでくるが、ファレノフィス、ファレノフィスが一気に突っ込んで差し切った、ゴーリン、ファレノフィスだ。さあ先頭は完全に抜けたスペシャルウィーク、さあ竹豊、これはセーフティーリード、断然強い。セーブンスカイが2番手か、外から一気にボールドエンペラーが上がってくる。先頭はスペシャルウィーク、ゴーリン。2番手は3頭でありますが、スペシャルウィーク、ついに武豊騎手30を前にダービーを制覇。先頭争いはファレノフィス、ファレノフィスが頑張った。ナリタルナパークが内から2頭目の位置から懸命に突っ込んできた。中をついて7番のナリタルナパーク、先頭はファレノフィス、大岡昭和の位置だ、ゴール。ファレノフィス2冠達成、ファレノフィスです。セーブンスカイが先頭か、スペシャルウィークか、メジロブライト、メジロブライトがぐんぐん差を詰める。さあスペシャルウィークか、メジロブライト、メジロブライト、スペシャルウィーク、スペシャルウィーク、メジロブライト、メジロブライト、スペシャルウィーク、わずかに出た。スペシャルウィーク先頭、リードが1馬身、メジロブライト懸命に追うが、その差は詰まらない。半馬身から1馬身、スペシャルウィーク先頭ゴールイン。さあ真ん中をついて成田トップロード、渡辺の夢が祈るか、オーストからアドマイヤベガ、オーストからアドマイヤベガ2乗に引き縮まった。 TM トラを3番手、アドマイヤベガだ、タケ2連勝五輪。史上初めてダービー2連覇、タケ豊騎手、アドマイヤベガ見事な復活劇を見せました。さあ先頭アンブラスモア、アンブラスモア頑張ったが、エアジハード、エアジハード、スティンガー突っ込んでくる。外目回ってステイゴールド、ステイゴールド、スペシャルウィーク、
セーフスカイは今5番手集団、スペシャルウィーク、スペシャルウィークだ、スペシャルウィーク、2番手ステイゴールド、スペシャルウィークゴールイン、スペシャルウィークが先頭、スペシャルウィーク先頭、後方13頭引き連れて、2馬身半のリード、インディジェラス、間からハイライズが追い込んできた、そしてモンジューは3番手から2番手に接近、スペシャルウィーク先頭、2馬身のリード、武豊、ついにジャパンカップ制覇、ゴールイン。ババの真ん中、上天ブレイブ、上天ブレイブ、アタラクシア、エアシャカール、外から一気にエアシャカールやってきた、エアシャカール、坂を駆け上がってくる、エアシャカール先頭か、大タクリーバー、大外から下にコーム突っ込んでくるが、エアシャカールゴール、大タクリーバー2番手。上天ブレイブ、チタニック王、そして山田リスペクトの3番手争いでした。そして内からはエアシャカールが伸びてきたぞ、エアシャカール、東方四段、アグネスフライトは伸びない、現在5、6番手、さあ先頭はエアシャカール、東方四段2番手、ゴールイン。っていうのが3番シネル、サマーカンネルが2番手、黒船が来た、黒船今3番手から2番手、さあ前を捉えきれるかどうか、グラスへ行こう、黒船がやはり捉えた、ゴールイン。テイエモーション、トゥーザビクトリー、内からグイグイと、レディパステル、チコチコタックも突っ込んでくるが、トゥーザビクトリー、後方からローズバド、トゥーザビクトリー、内からは、さあ、チコチコタック、ローズバド、ゴールイン、3頭です。3頭並んだ。トゥーザビクトリー、ローズバド、チコチコタック。100メートル通過、先頭は黒船だ、断然のリード、黒船強い、2番手はどうか、ロボットルーカ、外からミラクルオプラ、ウィンガーロー突っ込んでくる、プリエミネンスも頑張っている、先頭黒船、断然のリード、黒船ゴールイン。外をついてぐんぐん上がってくるシンボリクリシエス、そして谷のギムレットが大外から200を切った、マチカネ暁、それからゴールドアリウル、シンボリクリシエス、赤をついてはメガスターダム、そして外からは谷のギムレット突き抜けて今ゴールイン。2着はどうか、シンボリクリシエスか、うちの待ちかね暁か、間メガスターダムはわずかに遅れたか。前の2頭懸命に追ってくる、あと200を追加、あとは少し離れた、さあ先頭は湘南カンプ粘っている、内からビリーブ、そこからアドバイア個人、3頭の猛烈な競り合いが続く、さあ湘南カンプか、内からビリーブが出た、アドバイア個人2番手か、ビリーブ先頭ゴールイン。ビリーブやりました。1馬身、2馬身とリードを取った2番手争い、外からは桜ビクトリア、としたダンサー、さらには4番のシアリアスバイオ、しかし先頭はファインモーションだ、ゴールイン、圧勝楽勝、ファインモーションです。その後追い込み勢からはレディパステル、さらにはジェミードレス、しかしファインモーション、アシーロは衰えません。ダイヤモンド美香が2番手ですが、レディパステル3番手に上がってきた、ファインモーション6連勝ゴールイン。さらにはビワ新世紀3番手、その内からイーグルカフェ、この争いで200を通過、あとはちょっと離れた、さあ先頭はゴールドアリウル先頭、ビワ新世紀が2番手に上がってきた、そしてその後にイーグルカフェは3番手、先頭はゴールドアリウル、ビワ新世紀、外から懸命に差を詰める、体半分、首並んだ、ゴールイン。しかしわずかに内、ゴールドアリウル、手が上がったのは武豊騎手。さらに山勝リリー、トワトレジャー打ち持ち込んでヘブンリーロマンス、ステリンラブが外をついて追い込んでくる、連れてアドマイアグルーもぐんぐん追い込んでくる、さあ大隅遥か粘る、大隅遥か粘るが、外からアドマイアグルーブとステリンラブ、わずかにアドマイアグルーブか、ステリンラブ食い下がっている、アドマイアグルーブ、ステリンラブ全く並んでゴールイン。3歳馬の決着、さあこれはどうか。2番手にはアズマサンダース突っ込んできた、3番手は混戦から外をついて山西くる、スイープ投手はちょっと伸び足ありません。ダンスインザムードリードを2馬身、2番手にはアズマサンダースでゴールイン。ダンスインザムード、武豊騎手、大花賞5勝目。外に持ち出して上がっていったのがアドマイアグルーブが一気に伸びてきた。先頭はわずかに大隅遥かだが、外からアドマイアグルーブ、スイープ投手を追い込んでくるエルノバ、先頭はアドマイアグルーブゴールイン。今年もアドマイアグルーブ、今年も武豊。タイムパラドクスが今度は先頭だ、2番手は巡回すか、また盛り返してきた11番トータルインパクト、アドマイアドンは現在4番手伸びないぞ、さあ内から抜けた14番のタイムパラドクス、そして懸命に追い込んでくる巡回すアドマイアドン、しかし14番のタイムパラドクス圧勝だ、タイムパラドクスゴールイン。2番手アドマイアドンは2番手、外からアドマイアマックスが伸びる、アドマイアマックス突き抜けた、2番手争いプレシャスカフェ、さらにはキーンランドスはアドマイアマックスゴールイン。アドマイアマックス1200メートル中京で大仕事。
一気にディープインパクトだ。ディープインパクト、あっという間に先頭追ってくるのはシックスセンス、内からアドバイアジャパン、これは独走、強い強いディープインパクト1着。ディープインパクトだ、これは独走になりそうだ。坂を登り切って200を切った。2番手は内粘るインティライミに外向かうかが追いつかる。シックスセンス、大外から西のどこまでも、真ん中からはアドマイヤフジが追い込んでくるわ。インティライミ2番手、先頭ディープインパクト圧勝ゴール。2着はインティライミ、3着はシックスセンスか。内に突っ込んだのは西のナースコールも追い込んできたが、先頭はラインクラフトリード。さあ3馬身2馬身エアメサイヤを追ってきた。内から西のナースコール3番手、ラインクラフトエアメサイヤ、ラインクラフトエアメサイヤ並んだ。ゴリババの真ん中からディープインパクト追い込んできた。さあ 200m 並んだディープインパクト、ディープインパクト、ここでかわす。21年ぶり無敗の三冠馬の誕生、リード3馬身で今ゴリ、三冠達成です。三冠達成、これが歴史に残ります。英雄の足です。シーキングザダイヤ先頭、内をついてスターキングマン、外から金引きが並んできた。間からはタイムパラドックス、それを追って外からサンライズバッカスが追い込んで、あと200を通過しました。さあ内からスターキングマン、金引き、シーキングザダイヤ、3頭の猛烈な競り合い、スターキングマン、シーキングザダイヤ、そして金引き、3頭がびっしり並んでいる。3頭が並んでゴールイン、わずかに外か。3番手にユートピア、ブルーコンコルド、内から懸命に3番手に接近してくるが、さあ今度はユートピア、2番手のシーキングザダイヤ、内から並んでくる。先頭は金引き、3馬身のリード、ゴールイン。ディープインパクト先頭200を通過、またリードが3馬身から4馬身、2番手にはリンカーン、3番手ストラタジェム、ディープインパクト先頭だ。ディープインパクト圧勝でゴール、ディープインパクト圧勝。外から金シャツの奇跡、そして間をついて懸命にロジックを追い込んでくる。ロジックファイングレイン、外から金シャツの奇跡、ロジックファイングレイン、ロジックだ、ロジックゴールイン、ロジックです。どうだというガッツポーズを見せましたロジック、安城武豊騎手。ディープインパクト来た、外からディープインパクトが来た。さあ内食い下がっているバランスオブゲームだが、外はディープインパクト、ディープインパクト楽々と抜け出した。ディープインパクト2番手3番手後続を突き放している。先頭はディープインパクト、日本競馬の至宝ディープインパクト。ババの真ん中から一気にディープインパクト、坂を登ってディープインパクトが一気に先頭に変わった。ディープインパクト先頭で200を切りました。さあそして内から追い込んできたのはドリームパスポート、ドリームパスポート、ウィザーボードも3番手に上がってくるが、しかし関係ありません。全てを振り切ってディープインパクトゴールイン、ディープインパクトお見事。ゴーサインが出た、外を回ってスーッとディープインパクトが仕掛けた。第4コーナーをカーブ、直線コースに見た第4メジャー、そして名称サムソン、外から早くもディープインパクト先頭だ。ディープインパクト先頭 200m 通過した第4メジャー2番手か、あとは懸命にデルタブルース、ポップロックも突っ込んでくるか。これだ、これがディープインパクトだ、これがディープインパクトだ。圧勝で今ゴールイン、2番手ポップロック。先頭は鈴鹿フェニックス、1馬身2馬身とリードを取った MO ウィナー、ペールギュントプリサイス馬身2着争い、鈴鹿フェニックスゴール。鈴鹿フェニックス楽に追走して突き抜けました。そして追い込んでくるアグネスアーク、そしてさらにはカンパニー、大外からアドマイヤムンダが、しかし前には届きそうにありません。先頭は1番の名将サムソン、2番手接戦、名将サムソンゴール。2番手アグネスアークかカンパニーか、名将サムソン武豊か。バーミリアンが先頭に変わった、フィールドルージュ200メートル通過した、フィールドルージュ、バーミリアンが先頭に変わった、バーミリアンだ、フィールドルージュ2番手、あと懸命に追い込んできた1番のサンライズバッカスがどうやら3番手、バーミリアンだ、バーミリアンゴールイン、バーミリアンです。ガッツポーズを見せました武豊か。その後方にはクワイエットデイ、さあ先頭はバーミリアンが立った、1馬身のリード、ワイルドワンダー2番手、その内からブルーコンゴールド200を通過しました。外からはロングプライドが接近する、リミットレスピードなど、さあ先頭はバーミリアンだ、3馬身のリード、ブルーコンゴールド2番手、ワイルドワンダーは3番手、バーミリアン先頭、バーミリアンゴールイン。追い込んできたエアーシェイリー、3番手のセイダーがウォッカ、間から懸命にカンパニーに突っ込んできた、ウォッカか、ダイワスカルと並んだゴールイン、並んで入りましたが、さあ手を挙げるのは誰か。ブラボーデイジー、そして追い込んでくるリトルアマポーラ、しかし先頭はウォッカ独走だ、ウォッカ先頭ゴールイン、2着はブラボーデイジー。
ウォッカは前がちょっと壁になっているが追い出せない。さあディープスカイが内から抜けてきた。ディープスカイが先頭だ。しかし外からカンパニー、外からカンパニー、内からはディープスカイ、そして中をつきまして突っ込んできたウォッカ。ウォッカが一気に捉えたが、ウォッカ、ディープスカイ、ウォッカ先頭だ。ゴミン外からブエナビスタ、ブエナビスタ、ジャガーメール追い込んでくる、オーケンブルースリーも追い込んでくる。2番とは接戦になりそうだが、先頭はブエナビスタだ。ブエナビスタゴールイン。今で間はサダムパテック、さらにはグランプリボスもようやく追い込んできた。サダムパテック、サダムパテックが先頭で今ゴールイン。サダムパテック武豊、その外から1番の絆も追って、これは横に広がって大激戦。アポロソニック、ペプチドアマゾン、ロゴタイプ、そしてエピファレイナ、さらに外から1番の絆だ、絆だ、絆差し切ってゴールイン。2着9番エピファレイナ、3番手はどうか、アポロソニック、ペプチドアマゾン、そしてロゴタイプ、3頭広がりました。200を切りました。さあ前はコパノリチャード、ダイマチョーレ、大外からは当選だ、大外から当選だ、一気に追い込んできた。ダノンシャーク、ダイマチョーレ、当選だ、当選だ、先頭でゴールイン。差し切った5番の当選だ武豊、追い込んでくるワイドバッハ。さあ先頭は4番コパノリッキー、インカンテーション2番手、3番手ベストウォーリア、コパノリッキーゴールイン、連覇達成。北三ブラックを3番カレミロティックが捉える。さらには外から9番の東方ジャッカル、間からは8番のシュバルグランが伸びてくるが、さあ前は北三ブラック、カレミロティック、北三ブラック、カレミロティック、2頭全く並んでゴールイン。北三ブラックかカレンミロティックか、タウンズオブアースを追い込んでくる。打ち落ちては5番のイキートスですが、先頭は1番北三ブラック、サウンズオブアース2番手、北三ブラックゴールイン。北三ブラックです。北三ブラック先頭に立った。ステファノスが2番手に上がって前を追う。そして相当つきました山勝、外からは山勝エース、山勝エース、内からはぐんぐんと里のクラウンが接近してくるが、粘る粘る5番の北三ブラック、北三ブラックだ、北三ブラックゴールイン。2着4番ステファノス、その後山勝エースか、外から15番里のダイヤモンド、今2番手に上がってくるか。先頭は3番の北三ブラック、北三ブラック、北三ブラックゴールイン。グレーターロンドンが遅れた。先頭は堂々と7番北三ブラックだ。追ってくる2番の里のクラウンが2番手、3番手レインボーライン。さあ北三ブラック、北三ブラック、差を詰める里のクラウン、里のクラウン2番手、7番の北三ブラックゴールイン。北サンブラックです。間をついては3番クイーンズリングも追い込んでくるが、2番の北サンブラック、北サンブラック2番手接戦、北サンブラックだゴールイン。北サンブラックです。手を挙げた武豊、止まりません。6番インティリールを2馬身3馬身追いすがってくる。3番のゴールドドリーム、3番手内から2番のユラントが押し上げてくるが、前は粘る6番のインティ、ゴールドドリームを追う。インティ、インティだゴールイン。ここで抜け出したワールドプレミア、ワールドプレミア、外からは14番のサトノルークス、サトノルークス、ワールドプレミア、サトノルークス、ワールドプレミア、サトノルークス、ワールドプレミア、押し切った、ワールドプレミア勝ちました、ワールドプレミア勝ちました。最後サトノルークスの追撃を体半分しのぎ切っています。勝ちましたのはワールドプレミア、鞍上は武豊騎手。8番のプルパレイ、さらに内からは上がってくるアルナシーム、外から一気に東進マカオ、セリフォス追い込んできて、その外から9番ドーリウス、間を狙うかダノンスコーピオン。残り200を切りました。4番のセリフォス、わずか抜け出したところ、外から9番のドーリウスが並びに行く。3番手は7番のダノンスコーピオン、前は競り合い、わずかに出た9番ドーリウス、ドーリウス武豊からゴールイン。4番手グループからは追い込んでくる、外からはドーリュース、そしてジオグリフ、ダノンベルーガ、1番外は18番のイクイノックス、坂を上りきる。残り200、今度は先頭13番のドーリュースが先頭に立つ。13番ドーリュース、18番イクイノックス追いすがって2番手、3番手内からダノンベルーガ、さあ13番ドーリュース、18番イクイノックス、ドーリュース、ドーデュースだゴールイン。ドーデュース、武豊騎手6度目の日本ダービー制覇。I wanna be happy, happy, happy day and night. Wanna be alright, happy. I wanna be lovely, lovely.